仲間たちと思い一つに復興への長い道のりを一緒に歩んでいこうスタンドアップジャパンでございますけれども、はい、ここスタジオにはですねまた新しい仲間が駆けつけてくれてました。じゃあ自己紹介の方お願いします。明田美星です。よろしくもうねこの春の改編からまた大忙しになりそうな感じでございますけれどもそうじゃんか。そうなんですね。あれ意外と来ないですね。こういうのあれテレビの情報ないの。最近テレビをなあんまちょっとチェック。最近っつったの。余裕すぎだろ。本当に。そうですね。ピカルよピカル。ああそうかそうか。ピカルよ。テレビあららら。ゴレだ。もうまあでも俺は大体やってるの夜だからね。うん、もうぐちゃぐちゃになったもんなんか、うん、シャンパンブラブラこうやってぶちまけながら歩いてる私しか見たことない。ぶちまけながら歩くんですか。そうだよ。へえそう、ま、そんなかなかの感じですよね。まともな、はい、まともにまだ話せる状態の時だから、うん、すごい初めてに近いもんだ、初対面に近い、うん、いつも会ってる時な、だってな、そうね、ほぼほぼだって酔っ払った段階で全員を笑顔に幸せにする笑いですね、これね。そうそうそう、うん、ね、まあでも動物兄弟だったもんね。ああそうね、それもありますけども、そこでクソ女って言われたからすごいニックネームですね。親子の電波で本人を目の前にきちんとあのね、やっぱりクジレイジの公共の電波を使って、はい、この人はビッチですって言ったオフィシャルでね、オフィシャルですごいですね、かっこいい。なんですよ、でも本当に、でもね、すごいこう本当に明るい人なので、ね、まあ、そういう笑顔はですね、きっとまたね、こうやって、また復興とかにつながるようなですね、笑顔に変えてくれるんじゃないかなということで、そんな中ですね、今日は、まあ、あのセイラもいてくれながらですね、ちょっと今日はそのショーゴの方が、はい、今回その被災地の方にですね、うん、まあ、去年、ね、レオが行ってきてくれてました、はい、陸前高田の方に行ってくれてましたけども、今回はショーゴが、はい、僕は宮城県の亘理町というところに行ってまいりました、うん、はい、あのやっぱりね、あの行って現地を見ないとね分かんないこともたくさんあったし、うん、あとやっぱり僕らがずっと募金しているその先をいろいろと話を聞いてきたので、うん、皆さんに VTR を見ていただきたいんですけど、そうね、でもそう考えると、うん、まあほらセイラもだからもうね、うん、2年経ちましたけども震災からね、どうなんかやっぱほら、うん、周りの人とかでもさ東北出身の人とかいたりとかするじゃんか、ね、普通に話の中でもね出てはくるもんね、うん、出てくるね、ツイッターとかやっぱ一番つながるからすごい来るよね、そういうことか、そういうので、うんうんうん、本当にだからああいうのがあって、もちろん自分の情報を発信するだけじゃなくて、そういうなんか自分がまだ接したことがなかったり、うん、あそんなことあるんだみたいなことの情報を拾えるっていうツールでもあるもんね、うんうんうん、本当にあれすごいね、うん、あすごい、あれだけが走ってたからね、あのあそうか、そうだね、電話も全部使えなかった中でね、全部使えなかったはいということだったりするんですけども、さてそちらの方でですね、まあ、スタンドアップジャパン、もちろん中央共同募金会を通じてね募金の方やらせていただいてるんですけども、これその先ほど話もありましたけども、うん、支援してくれる人を支援する、はいはい、支える側をさらに支えていこうということで、うん、ボラサポ、はい、こちらの方ね、レポートしてくれたってことだと思うんですけども、はい、じゃあそのせっかくなんで VTR とか見てみます。はい、それではこちらの VTR まずは見てください、どうぞ。さて、私正午ですね、ただいま森の都仙台に、来ております。ただいまですね、ちょうど朝の9時過ぎでございますけれども、若干肌寒い、ここ仙台駅でございますけれども、そんな、私はですね今日この後、在来線に乗り換えましてですね、仙台の南にある渡里という町を目指すんでございますが、その渡里にですね、今日僕が何をしに行くかと言いますとですね、渡里町のですね NPO 法人、渡里いちごっ子を取材させてもらいます。そして、震災から2年が経ちました、その被災地の今をですね私正午が、お伝えできればいいかなと思っております。こう見てる限りは全然普通だよね。そうですね、それぐらい本当に普通な日常というか、本当にもともと住んでたりしないと本当に分かんないことですけどね、それぐらい本当に普通な日常というか、僕地元が北九州なので、あの瓦礫のあの何ですか、あれを全部最初に手挙げて瓦礫を受け入れた町なので、そういうところでやっぱ助け合いのね心というか大事だなと思いましたけどね。
渡りの駅すごい。お城みたいな。お城だ。図書館と資料館なんだ。すごいかっこいい駅だな。渡り着きました。離れてるんですか。大体8キロ。8キロ海岸から、うん、この辺は仮設住宅とかあるんですか。ありますよ。そのこっち2カ所、この町5カ所あります。じゃあ今まだ仮設住宅で過ごされてる方も多いってことですかね。多いですね。2年経ってまだ仮設ですからね。復興住宅が建ってないから、はい、まだまだかかるんじゃない。まだ2年伸びだけどね。じゃあこの辺ってやっぱり以前はもっと家も建ってたってこと。建ってたんですよこれ。古い家はみんな流されたっていう感じだよね。船が丘に上がってないのも狙いけど、当時はねすごかったですからね。この辺一体やっぱないですもんね。コンクリートが割れてますでしょう。見に来てね、本当にすごかったんだなっていう、津波の恐怖、それをすごい感じますね。やっぱり生で見ると首かしげて笑顔でね最後、これ東京から出て、はい、仙台から、電車で30分、はい、あでたかだかまだ30分ぐらいあんなに。そうなんです。まだまだあの状況ってこと、はい、ただまあその住んでる方にしかすごい分かりにくいんですけど、やっぱ2年経ってしまっているので、もうそこの家が流された後にはもちろんあの雑草が生えたりとかしますし、だからやっぱ昔から知ってる方はその風景見てああって思うけど、僕らはやっぱり初めて見る景色だったので、もう本当にもともと空き地だったのかなみたいな状況がすごい多かったですね。でパッと見では分かんないけど、よく見るとやっぱ基礎が残ったりとか、そうですね、これ人が生活してた跡みたいなのがちょっと残ったりとかしてると、あこれもともとは家だったんだみたいなのに感じたりとかするのね。意外と建ってたけどね家。いやだからあれがさ、ね、結局ほら国とかその自治体の方でそのこれはまだ直せるレベルとか、これはもう崩しちゃってもいいレベルみたいな風なところを、まあ、決める人がいるみたいなんだけど、でも実際半壊って言ったってもうね、1階部分ほとんど浸水してもう使い物にならない状況になっても直せれば使えるんでしょって言われちゃうと、それ直すのもまたお金もかかるし、でとはいえ建て替えるお金もないしみたいな、どうにも立ち行かなくなってそのまま放置されてるっていうちみたいなね、あったりとかするし、やっぱりその
コンクリートのブロック塀、うん、あれがやっぱりバーンと流されて中のこう骨組みだけ残ってたりするんですけど、うん、本当にこう津波の恐ろしさを知るというか、うんうん、その地元の人 の, その震災がある前の写真を見させてもらったんですが、うんうん、やっぱその差というのがギャップがね、あそうやっぱあここにでその10分前の写真ですとか見せられるとその普通に街が動いてたものが、うんこうなってるんだっていうのが、うん、そのはびっくりしましたね。それは大きい違いだろうな。レオさんが行った去年とまた多分1年経った僕が行って、うんうん、今回渡り中も全然違うと思うんですよね、うんうん、やっぱどん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 瓦礫も瓦礫は減ってきてたね、うん、減ってきてるし、うん、ただまあ、うん、その泥というか、うん、そういうのが山積みになってる場所あったりするんですけど、うん、そういう目で見て分かりやすいものは結構綺麗にはなってましたね。なるほどね、うん、でこの後ははい、この後ですね、あの先ほどおじいちゃんとかおばあちゃんとそうなんですよ、ね、うん、ちょっとおじいちゃんといろいろあのフィリピンの話とかもしたんですけど、フィリピンの話、フィリピン、まあ、それはまあ置いといて、それ置いときまして、うん、置いとくの置いときます、関係ないのそれ、あのこの後ですね、うん、それどういうフィリピン、フィリピンはどういう話、それはアセアの話、そうおじいちゃんとあのお茶っ子サロンで話したお茶っ子サロン、おじいちゃんから出たお題がそういうお題だったので、フィリピンの話、僕から出したわけじゃないんですけど、フィリピンの女性は蒸発みたいな、そうそう、なんかそういうタイプなんですよ、街も素晴らしい、観光だねそれであの今回はやっぱりボラサポ、うん、あの支援する人を支援するというこのボラサポについてですね、うん、あのお話を聞きに行ったので、うん、この後はですねその実際にこのマタイの町で NPO 法人として活動されている方にお話を伺ってまいりましたので、ちなみにですねこのマタイの町は、うん、あのイチゴが名産なんですよ、うん、あの今は津波によるその潮の被害で生産が難しくなった場所も本当に多々あるんですけれど、町のあちこちに本当にイチゴのイチゴ狩りのこう看板、やっぱイチゴちゃんとしてはもう気になるね、気になるとこじゃないですか、ね、渡りっていうとこでも俺渡り哲也しか全然浮かんでないからイチゴにやっと違ってたの、その名産品のイチゴを名前につけたこう現地でですね活動する NPO 法人いちごっ子の皆さんにお話を伺ってまいりましたので、そちらの方をご覧ください、どうぞ。さて、渡りの駅からですねタクシーで10分ぐらいですかね、ここにですねコミュニティカフェレストランがございますので、ここでお話を伺わせていただけるということで、行ってみたいと思います。